13勝。式守伊之助、二人を合わせます。当たって突っ張っていく、お互いに突っ張り合い、貴景勝の踏み込んでいく、突っ張り、土俵際どうだ、軍配は北勝富士。北勝富士の右足、どうなんだろう。あ、ここ右足飛んでるからね、まあ、右足引いた、叩き込み、カド番大関敗れました、はい、これですね、これね、ほら引いたでしょ、はい、これ引いたんだけど下からいけるんですけども、うん、ここでとどまればよかったんです。さあ新小結か、それとも大関貴景勝か。そう、貴景勝強い当て、あっと両手が土につきました。なんとこれ食わないんじゃない、昨日も前押していったんですけど、はい、ここは最近の錦木腰が重いんでね、うん、よく相手見てこう上手かったですね、この大助がここを決め入れ始めたら強いんでね、はい、はい、踏み込んでいったのは明生です。ちょっと受けたか貴景勝、いました、叩き込み、貴景勝の勝ち。やっぱり貴景勝本調子じゃないですね、これ、まあ、明生に持ってかれたかなと思ったんですけどね。です。当たりよく貴景勝、これは貴景勝の当たりですが叩き込みました。貴景勝の圧力、朝乃山も回り込んで、まあ、ちょっと右が覗きかけます。何度もこう当たっていく、こう頭からもう一回またここで当たります。この貴景勝本来の押しが出てきました。ちょっと右を刺されかけました、ね、刺されかけましたね、少し手を出していった貴景勝、引いたのは阿炎、際どいところ、今は貴景勝の方に軍配でしょうか。とちょっとこう変わられる、横に変わられる可能性もあると思って、こうちょっと見ていくような立ち合いでしたね。そうなんですね、まあ、逆にその立ち合いをしたことによって張り合い、大関が押していく、玉鷲中に入り込んで最後はお腹を押して突き出しました。貴景勝の勝ち、玉鷲これで6連敗です。ちょっとね、貴景勝の方が終始こう相手よく見てね、はい、攻めていきましたね、常にね、下から下から。もう一度見ましょう、この頭の位置、まあ、こうやって見るとやっぱり玉鷲の状態が起きてますね。そうですね、差しに行く正代、意外とは得意になります。あまり相手ばかりじゃない方がいい、あ、押し出し正代が勝ちました。貴景勝2敗目です。張るだけですもん ね、 そうですね、攻めてないですね、うん、足が止まってる、ね、あ、じゃあ、ね、バーチャル、ね、これアクションでいきましょうかね、はい、アクション解説いきます、ね、おっと見た、張っていった、低い飛び鳴、飛び鳴が出ていく、いました、飛び鳴のペースか、貴景勝を叩きながら、さあ出ていく、貴景勝出ていく、回り込む飛び鳴、回しが手が届きません、貴景勝が出ていく、入ったか、いや、しかしまた離れました、見ました、引いた、貴景勝出ていく、飛び鳴、前にどっかで頭打ってますね、この感じだと。頭が当たったんですよ、あ、顎で、どこですかね、ここ、ここだ、うん、あ、これでフラットしたんですね、うん、左の手をついたのは大関貴景勝、さあ頭から当たった、突っ張り合い、いや下がった豪ノ山、貴景勝の圧力が勝ちました、ここは大関の意地を見せてくれました。今から当たりました、頭同士で当たって、うん、このた、ね、小刻みの突っ張りで相手を起こして、はい、でもう一回頭で当たったね、うん、閉じてから見開きました、この両手の回転力。でもあの大関と立ち合い中心でぶつかり合って、その場で、ね、付き合いをするっていう、うん、もう当たりはね5分。
たっていった、一気にいったが軍配は宇良に上がりました。物言いがつきました、ね、はいはい、ここですよね、はい、ここ右足のところもありますが、はい、裏はもう完全に体が浮いてますからね、はい、そして当てかきました。まあ、裏低かったですね、はい、低い立ち合い、はい、そこを上からですね、はい、まあ、貴景勝落ち着いてましたよね、はい、逆にそれがあった下から落としていく、張っていった回しまで引きません、若元春押して前に出ていく、貴景勝回る、若元春土俵際、押し倒し貴景勝の勝ち。これ若元春は右かち上げて、そして張っていったんですよね、はい、全然下がりませんでした、下がらなかったですね、うん、ここ最後のシーン、ちょっと回しに手がかかったんですが、はい、取られる前に勝負押し込んでいけるか、回しを引きたい、押し出しました、貴景勝の勝ち。準備運動なんかその棒立ちで刺さなかったし、なんかこう引っ張り込んで、なんかこうちょっと怖がってますね、まあ、以前何場所前からハリアのその攻防がありましたからね。そうなんです、親方おっしゃった通り、あの貴景勝対琴ノ若直近連敗中だったんです。ですから貴景勝にとっては嫌な相手。互角の当たり、この左からのいなし出ました、寄り切り、さすがに大関です。すごく収穫かなと思いますね。押せましたもんね、少し、はい、でもさすがにあの貴景勝がまともに引かずに左からのいなしを入れました。いなしが良かったですね、うん、立ち合いです。貴景勝突っ張り捕まえに行く豊昇龍、回り込んだ、上手投げ、貴景勝敗れた、4敗に後退、これで熱海富士が3敗単独トップ。もう一度見ましょう、ここの突っ張り2回引いてます、ここと、はい、ここも、ここ、はい、うん、あと、ね、狙ってたんだろうな、あ、4回、3回も引いてる、そうですね、こうやってみると結構引いてましたね、後ろで感覚取ってましたよね。さあついていく大栄翔、貴景勝を下がりません、貴景勝が出ていく、中に入って送り出し、貴景勝です、優勝決定戦進出、ね、当たりもいいですよ ね、いつもだったら攻めて突っ張ったりするんですけど、まあ、ちゃんと引かずにね、はい、左手で突っ張りをかいくぐってましたかね、この左の付けが良かったですね、そこねちょっと引いちゃったんでね、大栄翔が、入りました、手を突き直します、引いた、まさかの結末、どよめく館内、なかったから、いやでもこれはもう、そうですね、作戦は、まあ、作戦勝ちなんだけどね、でも一生懸命若いなりに当たっていこうって言って当たっていったのにね、うん、総理大臣杯並びに賞状が内閣官房副長官守屋博氏より授与されました。